巻の山崎健太、2巻の七瀬ゆずきときまして、3巻は西野わずかのお話になります。西野わずかは千歳くんたちより1学年上の先輩、富士高校の3年になります。学年が違うということもありまして、他のレギュラーの登場人物とはちょっと一線を引いていると言いますか、普段千歳くんたちと一緒に遊ぶメンバーではないんです。その西野わずかのですね、ここまでの登場シーンを振り返ってみますと、年上の雰囲気がある千歳くんの憧れの先輩という描かれ方をしていますが、西野わずかにもですね、憧れている人物がいまして、それが誰なのかというのも参加の見どころになるかと思います。その誰かに対する憧れとか何かに対する憧れという、憧れでしょうか、参加のテーマは、そういう視点をちょっと頭に入れながら参加のご紹介に入ってみたいと思います。3年生の進路相談会という特別授業がありまして、3年生が2年生の教室に来て進路対策の経験の話をするという相談会になるのですが、千歳くんのクラスに来た3年生のうちの一人に西野明日香がいたという展開になりまして、もともと西野明日香と知り合いだった千歳くんは気恥ずかしく感じてしまうという状況です。この時に福井銘菓羽二重餅と福井名物聖子ガニが出てきまして、出てくると言っても実際に実物が出てくるわけではなくてですね、千歳くんの心の声として埋めて羽二重餅を与え続けるとか、閉じ込めて聖子ガニの実を取り出すまで返さないとか、毒づくセリフとして出てくるだけなんですが、ストーリーにあまり関係ない話ではあるんですけど、ここで羽二重餅と聖子ガニがどのようなものかご紹介させていただきたいと思います。羽二重餅ですね、この作品を読んで福井に興味を持たれて福井に遊びに来られた方のお土産選びの参考にもなればという気持ちも込めてご紹介させていただきたいと思うのですが、細かい歴史とか名前の由来はウィキペディアなどで調べていただけるとより詳しく読めると思いますけれど、このウィキペディアでですね、私読んでみてロッテの雪見大福に影響を与えたと書いてありまして、なるほどなと、確かに、雪見大福、そう、雪見大福からこのアイスを抜いたようなお菓子というと、決して当たらずとも遠からずだと思いました。はい、温かい雪見大福というか、この甘みは優しいですね。もうほんのり甘い。その羽二重餅だけを食べるのも美味しいんですけれど、で、今回ちょっと参考に売り場を見に行きまして、こんなに色々あるって知らなかったんですが、ご紹介しますと、チョコ包みとか、くるみ。くるみは美味しいですね。いちご、チョコバナナ、あんこ、よもぎなど、いろいろありますけれど、私も全部食べたことないので、どれがおすすめってお話できないのですが、くるみは美味しい。くるみはうちの親戚からの評判良かったですね。この動画で参考になったかわかりませんが、福井のお土産に羽二重餅、ぜひどうぞ。ズワイガニのメスです。漁獲地域によってはセコガニとかメスガニとか呼ばれるらしいのですけど、福井の越前ガニのメスはセイコガニと呼ばれます。鳥取の松葉ガニも有名なズワイガニのブランドですが、越前ガニも松葉ガニも産地が違うだけで同じズワイガニです。作中ではセイコガニの足の身をきれいに取り出すのは細いから地味に大変だし辛いなんてことを千歳くんがこの中で語るんですけど、実際にね、どれぐらいの細さかズワイガニと見比べてくださいっていう動画を作るつもりで魚屋に行ったんですが、さすが魚屋の成功は立派でして、隣のズワイガニが小ぶりというのもあるんですが、あんまり違いをお伝えできる絵になっていないという、成功もね、小さいの細いのと言いますけどピンキリでして、スーパーとかで700円とか800円で売っている成功なんか本当に小さい、どこ食べるのっていうぐらい、千歳くんも言う通り小さい成功の実を取るのはね、なかなか 大変です、試練です。
き続き進路についての特別授業が続きまして、この進路というのも三冠の大きなテーマですね。憧れと進路、その進路についての話の中で福井大学の名前が出てくるのですが、福井大学について何を解説すればいいのか私ちょっと何も思いつかないままでして、福井大学は福井の国立大学ですと、もうそれしかないです。作中で福井に関連するものが出てきたら何でも取り上げるスタンスで動画作っているもので拾ってしまったんですけど、どうしようかっていう、福井大学の近くのラーメン屋にたまに行きますね。二郎系ですけど、お客さんは福大の学生が多いと思います。これ美味しいんですけど、お店の接客は厳しいので有名です。よく店のルールが分からずに怒られているお客さんいます。私も最初怒られました。まずこれだけです。以上です。